米倉山太陽光発電所日本の太陽光発電所では日本の太陽光発電所の歴史、現状、予定について説明する。大規模な発電所はソーラーファームやソーラーパークと呼ばれる。出力が1メガワット以上の施設は一般的にメガソーラーと称されている。2010年以降他の火力発電所。 原子力発電所に比べメンテナンスが容い、建物屋上にも設置できるなどの利点から、電力会社以外の一般企業、自治体が、売電用、または自家発電用に、太陽光発電設備を建設する事例が増加している。経済産業省資源エネルギー庁によると、メガソーラーは、 稼働中のものと建設、計画中のものを合わせて、日本国内に80カ所程度存在する。内訳は、電力会社のものが約25カ所である一方、電力会社以外によるものが約48カ所である。2010年の調査によると、太陽光発電の設置形態としては、日本と同様に太陽光発電の導入が進んでいる欧米諸国では、 電力事業用や非住宅用が出力ベースで6から9割であるのに、対し、日本では、電力事業用や非住宅用は2割であり、住宅用の太陽光発電設備が8割と、住宅用に特化して市場が発達している。電力会社各社が作る、電気事業連合会は、各電力会社が2020年度までに合計約、30地点、14万キロワットまで、 メガソーラーを拡大する計画を2008年9月に公表している。2012年1月末時点で25地点、約11万キロワットについて、具体的な導入計画を電力会社各社が明らかにしている。2015年7月現在、日本最大の出力である太陽光発電所は、大分ソーラーパワーである。2012年3月現在、 主なメガソーラー計画だけで合計出力は50万キロワットに迫っていて、このうち10万キロワット程度が2012年から2013年にかけて稼働し始める。2011年3月から2012年3月の1年間に発表された電力会社以外の民間企業の計画の創出力は前述した電力会社の2020年度までの計画の2倍で、 ある。なお、地区内の公共施設や、ニュータウンの住宅外区のそれぞれの住宅の屋根に、太陽光パネルを設置するプロジェクトにおいて、合計出力が 1000kW を超えるものを、地域全体として、メガソーラーと称する例があるが、通常これは、メガソーラーとは見なされない。しかし、例えば一つの工場において、隣接する、建物の屋根の太陽光発電設備の、 出力合計が 1000kW を超えるとメガソーラーとみなされるため基準は曖昧である。太陽光発電は宣伝の際に環境を壊さないや自然に優しいなどと言われることが多いが雑木林や山林を切り開いて施設を建設している自治体が多数あり自然を壊さないと言いながら破壊活動をしている矛盾が存在している場合がある。 日本では2003年度に導入された RPS 制度や助成金、補助金などで太陽光発電の普及が進められてきた。導入量でかつて世界一だったが補助金の停止で導入が一時的に停滞しドイツとスペインに抜かれた。2009年1月に補助金制度が再開されたが割高なコストが普及を妨げ。 2009年度の年間発電電力量のうち、水力発電を除く再生可能エネルギーの占める割合はわずか1%であった。政府は地球温暖化対策や日本の競争力強化、エネルギーセキュリティ工場のために再生可能エネルギー導入を推進する政策を少しずつ導入していた。2009年11月から RPS 制度より、 コスト低減効果が高い仕組みとして、太陽光発電の余剰電力買取制度が導入され、自家消費分を除く余剰電力の買取が電力会社に義務付けられた。主な対象は住宅用の小規模な設備であり、徐々に普及していた。節電意識向上などの利点があり、全量買取への移行には既存導入家屋で新たに、 配線工事が必要となること等が考慮され、住宅用の太陽光発電については、現行の余剰電力買取制度が継続されることになった。低炭素社会を目指す機運の中、2008年から政府は太陽光発電導入推進を目指し、メガソーラー等の導入支援などの政策を行った。2011年3月11日の東北地方、 太平洋沖地震とそれによって起きた福島第一原子力発電所事故を受けて政府は原子力発電重視のエネルギー政策を抜本的に見直し再生可能エネルギーの開発を加速する方針を打ち出した7月13日に当時の菅直人首相は会見において原発に依存しない社会を目指すべきと発言し後を継いだ野田義彦首相は 長期的に脱原発依存の社会を目指すと発言した。現在、政府はエネルギー政策基本法に基づくエネルギー基本計画の改定案を議論している。2012年から事業目的の全量固定価格買取が始まり、太陽光発電、特に諸外国と比べて遅れていたメガソーラーを拡充する方針になっている。日本では、 太陽光発電市場の8割を住宅用が占めているが、ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、アメリカなどと同様に、非住宅建物用、電力事業用のシステム需要も拡大しつつある。行政刷新会議や国家戦略室がエネルギーに関する法制度、規制の改革を推進している。再生エネルギー共通の制度改革太陽光。 発電関連の制度改革日本におけるモジュール単価の水安価な中国製品の流入により世界的に太陽光パネルの価格は下落しているが日本市場のシステム価格は他国より高くコストの引き下げが課題である 100kW 級システムの場合太陽電池モジュールは約3割課題ケーブル工事費用は約6割パワーコンディショナー 接続箱は約5割、ドイツより割高とされる。住宅用の工事費は下がってきているが、非住宅用はオーダーメイドであるためあまり下がっていない。日本における太陽電池の出荷状況2005年頃まで、シャープ、京セラ、山陽電機、三菱電機など日本のセルモジュールメーカーが世界シェアの約半分を占めていたが、その後シェアを失った。中国、 台湾系の専業メーカーが IPO で得た資金で設備投資を拡大し、欧州を中心とするメガソーラー市場で一気に成長したためである。2010年の世界トップ25社のうち11社が中国企業であった。また、参入障壁が高いとされてきた国内の住宅用太陽光市場でも外資の参入で日本企業のシェアが低下している。 急激に生産能力が増強されたため、供給超過に陥っており、今後淘汰が進む可能性がある。このような産業構造の変化が起きた原因は、太陽電池セル製造用装置のメーカーが、ターンキーソリューションとして、新興国のメーカーに供給している一貫、製造ラインである。これを買えば、パネルを生産できるようになり、新規参入しやすくなった。 発電効率以外では差別化しにくくなり、加工組み立てで営業利益を確保できなくなるスマイルカーブ化が業界全体で進んでいる。メーカー各社は提携、合弁、買収によってより付加価値の高いシステムインテグレーションや独立発電事業に進出し生き残ろうとしている。SI は資金調達、設計、調達、建設、運転。 保守などを一括で受け負うサービスで、品質保証や、性能保証などで差別化している。特に、メガソーラーは一品一様であるため、サービスが喪失する付加価値が大きい。2021年、傾斜地にある多陽光パネルが豪雨などで崩落する、事故が相次いでいたため、規制が検討されることになった。ありがとうございます。